盆休みだね。予定もない、やりたいこともない。控えめに言って、暇フォルテッシモ。この暇は、クソみたいな罠で時間を潰すに限るな。まさき、ゲロイカの小話ぶっ放したいから付き合って。話の枕でゲロエンコはゲロ勘弁。で、なんだよ。僕ね、休日で思い出したんだよ。うん。休みの日とか、ガキが公園でキャッチボールしてんじゃん。お前もガキだぞ。その中に知らないおじさんが混じってることはあるだろ。野球帽をかぶってるタイプのおじさんか。部外者なのに高校野球の部活を見学してるおっさんも同類だよ。でね、僕前から思ったんだよ。あのおっさんたちって何者なんだろうって。だっておかしいでしょ。特に理由もないのに知らないガキとキャッチボールなんてする？いやー、そもそも知らない相手と球投げ合って何が楽しいのさ。知ってる相手とやったって楽しくなる可能性なんて低いってのに。いってー！ねえ、楽しくないでしょ。今のはただの暴力だって。だから僕は思うんだよ。あれはキャッチボールに見せかけた別の何かだって。どういうこと？あのキャッチボールには秘密があるんだ。はっ、わかった。あれはキャッチボールじゃない。やばい葉っぱのバイバイだよ。発想も展開も急に飛躍したな。間違いない。あのボールの中には大きな声で言えない粉が詰まってんだ。公園で行われてるキャッチボールの真相は、ほんわかした日常の一番目に見せかけた密売なんだよ。お前は薬がなくても頭がやばいな。おっさんの正体は悪逆非道な売人。思春期に入って複雑な思考を持つ少年たちにボールに詰め込んだ不思議な薬を売りつけているんだ。白昼堂々、なんて大胆な犯行。この世界の法律がイカれている証拠だよ。見られてんのはお前の思考だよ。恐ろしくって鳥肌が立つわ。今すぐポリスメンに通報してくるよ。おい、やめろ、おまわりさんを巻き込むな。どうだった？頭の病院を紹介された。当たり前だろ。前回の話でおっさんの密売人説は否定されたわけだけど、前回の話見てない奴からしたら意味不明な発言だな。きっとあのおじさんたちはある種のデスゲームの参加者なんだよ。公園のガキとキャッチボールしなきゃ殺されるルールなんだよ、きっと。竹蔵でももうちょっとマシなルール考えるぞ。普通に野球が好きなだけのおじさんなんだろ。じゃあ野球好きなおじさん同士で球を投げ合ったらいいじゃん。相手になるおじさんがいないぐらい孤独なんじゃないか。お前におじさんの何がわかるんだ。おじさんをバカにすんじゃねえよ、このクソ虫。湧き出した正義感、陽光炉に沈めるぞ。行き過ぎた正義感。落ち着けシール、話の前提が間違ってるのかもしれないぞ。キャッチボールに誘ってるのはおじさんじゃなくて子供たちの方かもしれないぞ。なるほど、おじショタじゃなくてショタおじだってことか。変な表現方法はやめろ。は、そうか。僕の IQ 6000万の頭脳が結論を導き出したよ。あのおじさんたちは子供たちにキャッチボールを強要されてるんだ。大の大人が子供の命令なんかに従うか。まさき、今の世の中を見てみなよ。おじさんと子供という構図で事件が起こったら、おじさん側が加害者に仕立て上げられるんだよ。だからおじさんたちは命令に逆らえず、無理やりキャッチボールを相手を強いられているんだ。ごめんね、おじさんたち。今まで君たちの心の叫びに気づいてあげられなくて。でも大丈夫、今から僕は救い出してみせるからね。湧き出す正義感。救い出すってどうやってだよ。公園のガキどもを皆殺しにする。行き過ぎた正義感。早速公園のガキどもをぶち殺しに行ってきまーす。通報しちゃえ。なんだよ、お前から用があるなんて珍しいな。ケツから焼きそばでも生えたが、生えるか！たとえ生えても黙っとくわ。実は最近、付き合えているような気がするんだ。強制物どもにか？まあ、それもあるんだが、最近外に出るたび、付き合えてる気がするんだ。被害妄想を打つ！嘘じゃねえんだって！毎回俺が走ると、そいつも走ってくるんだよ。ふーん、で俺はどうすりゃいいんだよ。ちょっと一緒に出かけてくれ。へえ、デートかよ。違う！俺たち男同士だろうが。あー、こんだけ暑いと太陽を消し飛ばしたくなるよな。できないけど。で、どうなんだ、ストーカーは。おかしいな。この辺りから現れるはずなんだけど。まあ、今日はいなかったのかもな。俺はこのまま北前進で100キロ相撲大会に行ってくるから、じゃあな。おう、わかった。北前進で100キロ相撲大会？確かに勘違いって可能性も捨てきれないよな。偶然かもしれないし。それに今日はいなかった。やっぱり気のせいだったのか？やっぱり気のせいじゃない！
脇の下でおにぎりを作る新サービス？誰もんなこと言ってねえだろ。ストーカーだよ、ストーカー。誰に許可取ってマサキをストーカーしてんだ。マサキは僕専用なのに。ポリスメンだ、マサキ。ポリスメンに行ってすぐに豚箱にぶち込んでもらおう。僕が行ってくる。証拠ないからダメだって。ファッキン。所詮は国家の認可。頼ろうとしてた僕は柄にもなく甘かったね。まずいな。このままじゃ俺外を出歩けなくなってしまう。どうすればいいんだ。そうだ、僕にいい考えがあるよ。どんなのだ。マサキの周辺にいる人間を人を残らずぶっ壊す。あー、どうしよう。シールは過激しそうだが頼りにできねえし、まず相手の顔がわからないから俺から変に手出しできないし、もし相手が武器とか持ってたら俺じゃあどうしようもできないし、一体どうすれば。どうや、マサキ、ストーカー事件は解決したか。この顔見ればわかるだろ。いや、マジでどうすりゃいいのかわからねえ。かわいそうなマサキ、もっと苦しめばいいのに。しばくぞ。でも大丈夫、マサキのために頼もしい味方を連れてきたぞ。味方？もう玄関に集まってるぞ。さあお前ら、こっちに姿を見せろ。なになに、一体誰を呼んだんだ。てなんじゃーこりゃー。ホワイトアイズブルードラゴン軍団でございます。ホワイトアイズブルードラゴン軍団でございますじゃねえよ。どっから連れてきたんだよこんな謎生物ども。俺が料理したら自然にこんなった。そういえばお前って料理すると謎生物が生まれるんだったな。私はこの鋭い牙でストーカーの頸動脈を噛みちぎってみせましょう。私はこの鋭い爪でストーカーの眼球えぐり取ってみせましょう。殺意高め。全員ステータス攻撃力に振ったからな。よし、じゃあ作戦はこうだ。まずマサキが一人で歩く。その時後ろについてくるような怪しい奴がストーカーだ。ホワイトアイズブルードラゴンたちは全員通行人を装ってマサキをガードしろ。俺は怪しい奴がいたらすぐに連絡する。じゃあマッキー、お前も連絡取れるようにイヤホンをつけとけ。これで俺とホワイトアイズブルードラゴンたちと交信ができる。わかった、期待してるからな。それじゃあお前ら配置につけ。了解、ラジャー、ウォンチュ。おはい。おい、一人返事おかしかったぞ。これじゃあ俺たちの方が不審者だろ。そもそもドラゴンが通行人を装うなんて無理だったんだよ。後方に怪しい男がいるぞ。なんだと？俺はどうすればいい？ホワイトアイズブルードラゴンたちに連絡をしろ。ホワイトアイズブルードラゴンさん、助けてください。了解、ラジャー、ウォンチュ。あ、やべ。おい、誰だコンビニ行ってるやつ。ホワイトアイズブルードラゴンの一斉攻撃だ。何度も感じるコンビニにいる。ヒット会えたぞ。貴様一体何者だ。お前は竹蔵、お前がストーカーだったのかよ。なんでストーカーなんてバカな真似したんだよ。お前の苦しむ顔を見てるとな、高まるんだよ。通報しちゃえ。あ、マサキ、よかった。まだ起きてる？一緒に寝てあげようと思ってさ。いやー、別にいらないけど。今日ホラー映画一緒に見たじゃん？え、ホラー映画？マサキ、怖がってそうだったし。いやー、別に怖がってないぞ。え、怖がってない？そうなんだ。あー、なら別にいいんだけど。エアコンの風逃げるから早く閉めてくれないか？あ、ごめん。じゃあ、もう寝るね。わかった。おやすみ。げひょひょ、おやすみなさーい。げひょひょ。本当に行っちゃうよ。はーよ、行けよ。別に止めねえから。あ、そうだ。この前借りてたやつ返そうと思ってさ。え、なんか貸してたか？これ、ティッシュ。うわ、きったね。はい、返す。はい、返すじゃねえよ。使い済みを返すな。でもちゃんと洗ったよ。そういうのは新品で返すもんだぞ。はーよ、捨てろ。はい、投げるな。あ、ミスった。お前ほんと人をイライラさせる天才だな。もうお前帰れよ。あーもうわかったよ。ホラー映画見てビクビクしてるのは僕でした。白状したから一緒に寝てよ。ちょっといいか？お前が言ってるホラー映画って、今日見たアラジンのことが？そうだよ。あれホラー映画じゃねえだろ。何が怖かったんだよ。あの絶身マンサオの怪物だよ。あれに関してはホラー要素皆無だろ。よく見てよ。無駄にでかいし、足ないし、全身真っ青とか、人間じゃないよ。お前も人間かどうか怪しいぞ。
ついでに言えば俺の顔面も真緑だし。もう話してたらはっきり思い出しちゃったじゃん。責任取って一緒に寝てよ。はーやーくー。はぁ、今日だけだからな。やったー、まさき大好き。えへへ、まさきの寝るのっていつぶりだろうね。暑いんだからあんまり近寄るな。ねえ、まさき、ずっと伝えたいことがあったんだ。前から、君のことは、うん、待って、タンカーがあった。おい、やめろよ、よりによって耳元で。よーし、これで大丈夫。あと一回だけチャンスちょうだい。わかった。あと一回だけだぞ。待って、またタンカーがあった。もうお前、床で寝てくれねえか。僕は、うさぎの子供です。いつも、ゾウさんを食べてるよ。まずいです。じゃあね、バイバイ。元気でね、バイバイ。